はい、あと次1個いって曲いこうかな。いやまあそう、ミーさん、パンチョさん、ガチャさん、お元気ですか。毎度です。日本は寒いし、お二人が羨ましいです。ジャマイカのビーチでレゲエ聴いて一日過ごしてみたいです。次回放送は今また宇宙一大好きな T さんがジャマイカってことで呼んでほしいけど、尊敬している紫さんの話も聞きたいし、ロックさん、キャラさんの話も聞きたいし、2人のレギュラー放送も聞きたいからパンジョさんに委ねます。ありがとうございます。体に気をつけて頑張ってください。応援してますとのことでございます。ミーさんからです。はい、ふわい、はい、やっぱこうガチャもそうやけどさ、日本は今寒いし、うん、ジャマイカが羨ましいって言うんやけど、ガチャさん的には逆なんじゃない。体調崩しまして暑すぎて、暑すぎて温度差にやられまして、だってあの雪国から来てたらそうなるで。うん、そうやね。今だって普通に30センチとか余裕で積もるやろ。もっと、どんぐらいなんだろう。でもすごい時はすごい。おー、どんぐらいなんだろうって何やねん、どか雪や、どか雪、どか雪っていうの、そういうの、どか雪なんていうの、何が北海道で朝パッて窓開けて、うん、雪めっちゃ降ってたなんていうの、うわうわめんどくせえうわ降りすぎ白露ですそうです久しぶりに出てきたな久しぶりに出てきたな、それ白露、そうです豚や豚豚が寄るぞつぼってんじゃねえよこいつは親と思ってはいはい、ということで、ぼちぼち曲いく。はい、次の曲いきますか。うん、今日は後で社長の部分があるから、この1曲で終わりでいいんですか、ガチさん。次の1曲で終わり。なあ、まあ、なもんか。あと2曲コメントはあとどんぐらいなんですか。あとこれであと3曲ぐらい、あと3個ぐらいコメントはあと残り。いや、もう1曲いけんじゃないですか。あ、行こうか。はい、じゃあとりあえず次の曲、ネバイバイチェンジ流行って、はい、ぼちぼちこうチーノもいい感じ、そのチーノの誕生日パーティーもおとついあったな。はい、うん、結構人集まってていい感じやった。アーティストもアイドニア、エレおったか、ショーンポールいたっすよ。てか、あ、マジで、うん、俺見てないわ。ショーンポールとかもおった、ボイスメール、うん、まあ、ラデン、スティーブン、ブラマー、うん、シカリー、うん、まあ結構勢ぞろい。リクイと思ったな、 DJ リクイと思ったな。ちょっと早く何空白の時間取ってた、そういうことで、ね、何空白の時間取ってんのってということで、はい、ということで、はい、そんなチーノの曲、おとつい誕生日を迎えました。チーノさんの曲、チーノいくつ、パンチョ君と同じぐらいでしょ。そうか、2個上とか、もうちょっといってんの、もうちょっといってんじゃないかな。まあ、わかりませんということで。でも年はそんなにいってないな、実はな。若くからずっと音楽をやってるってことやな、うん、そういうことだな、うん、の1曲、Find It Hard っていう曲、この曲自体はすごい、何日前、もう半年ぐらい前だよ。半年以上前やな。半年以上前だったね、うん、本当から、ポリは終わっててんけど、スティーブン自体がミックスを終わらせてなくて、やっと終わったって感じだね。でもこれも1ヶ月ぐらい前か、この曲出したん。そんな前じゃないでしょ。あ、そんな前ちゃうか、うん、2、3週間前。あ、しかもディーン・フレイザーのサックスが入ってなかったんだよね、その時は、うん、だからまあ前のネバイバイチェンジのイントロがこうギターやったやろ、まああれから今度はサックスでみたいな感じか、感覚的に言ったら。知らないっす。なんや、いやちょっと考えたらそうですねで終わるやんか。いや、そうなの、そんな感じでしょ、感覚的には。いや、どうなんですかねでもこのリズムのこの曲調というかはあんまりない曲調じゃない、この感じ。四つ打ちやし、四つ打ちでこれぐらい明るさで、あの昔前も言ったかもしれんけど、アレイのさ曲があったやん、覚えてる、なんかディズニーみたいな曲あったん覚えてない、ダンから、てっ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 てて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 て
てってやつ覚えてない？うん、知らないです。あってん、なんかそれのリズムとちょっと似てるの俺思った、初めて聞いたとき。なるほど、はい。それではそんなチーノさんの、そんなチーノさんの曲ファイニットハート、もう聞きやすいと思います。チーノ好きにはおすすめですね、うん、鉄板チーノ筋、うん、あ、眠い、おやすみなさい。はい、じゃあチーノいきます。ファイリット R です。はい。 People in the world them crying out, them crying out for help. Yeah. People in the world crying out, yeah. Even when things are get rough, now them still a go through. People not really know where them go through, cause the system lock them up and cage them up just like a zoo. And you wonder why them still have a smile, cause them not put certain things on their mind. Yet them still go on the grind, but more time them find it hard. Yes, them find it hard. Yes, me know how it go when some don't have a place for call them yard. Yes, them praise the Lord. Yes, me know how it go when some don't have a place, them find it hard. Yes, them find it hard. Yes, me know how it go when some don't have a place for call them yard. Yes, them praise the Lord. Yes, me know how it go when some don't have a place. Them not know where fi live, that's why they use them a go negative. Them not no cousin a foreign fi bring in a worry, no family, no relative. Me know that one a relative fi the youth them when know what hungry belly is. No fuck fi rob and go jail and get beaten from police and get beaten from deputies. That is how stressing it is. No bigger heads them molesting the kids. The one them when don't make it off of the street, them gone a mad and go rest in the fridge. No no to know what a blessing it is when you have one chicken rest in your fridge. The gas and the worm them caressing your ribs. The youth them rock like dog, them find it hard. Yes, them find it hard. Yes, me know how it go when some don't have a place for call them yard. Yes, them praise the Lord. Yes, me know how it go when some don't have a place. Them find it hard. Yes, them find it hard. Yes, me know how it go when some don't have a place for call them yard. Yes, them praise the Lord. Yes, me know how it go when some don't have a place. When the whole world has suffered from recession. Yeah. 1 minute after two o'clock. はい、というわけでチーのファイリットアーズでございました。ファイリットアーズ。名曲やね。まあ聞きやすい感じやけど、こうダンスでかけるときに一緒にかける曲がちょっとないんかなと思いがちじゃない、これあんまりダンスで一緒にかける感じの曲がないんちゃう、セレクター的に。なんでセレクターに切り出せ。でもあのチーのあのビジーのさあれあれ Soon you will find someone ニャニャンパシーあやなやあれあれと同じ感じやな、 BPM は。だからスティーブもそれを狙って一緒に作ったっつうの。なんかよそうそう見つかるよっていうやつ。初めのセロッシオイってやつ書くね。セロッシオイって入るやつ。めまい、めまいしない。スタイルに忘れて聞こえなかった。はい、というわけでキングの曲、これも流行るかな、どうかな、あとはプロモーション次第って感じだな。キング聞けないんだよ、流行る流行んねえとかもみんな最近思うけども。一応それはあるやんか。もうキング聞いてくれよ、もっとみんなって思う。それはそうやけどさ、最近でも結局みんな好きな曲が流行んの、流行んねや。なんでみんな同じ曲好きなんだ、みんなしてね。おかしいよそんなの。気持ち悪っ。どうかしてるぜ。でもそんなもんちゃう、だ2人好きになったらその2人の人が人みんなに話して、その聞いた人がそれをまた聞いて、聞いた人がそれをかけてとか、そういう流れで。やっぱそういうストリートプロモーションってやっぱさ、俺らも小さい頃とか、小さい頃じゃなくて中学生高校生の時とか、友達がすごいかっこいいんだよね、CD とか、なんか構えて聞いちゃうもんね、っていう話。そういうこと。そういうのが適当なんだろうね、多分。そういうのは適当と思うんちゃう。俺かなり頑張ってるわけだな、俺ら今これな。我慢よ、プーっていきたいところを我慢してる感じ。そう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 。うん。なのでこのチーズの曲もちょっと、チェックしていただければと思う感じでございますな。
じゃあコメント